モノロフォサウルスは、現在の中華人民共和国新疆ウイグル自治区に、分布した中部ジュラ系の石時光類層で産出した、テタヌラ類に属する、中脚類の恐竜の属。属名は、頭骨の最上部に位置する一つの土坂にちなむ、全長5メートル程度の中型の中脚類であった、M アンギのホロタイプ標本。中国古動物館にて、 石油産業のための総除学倒査の最中、ほぼ完全な骨格が1981年に、東エミ明により発見された。化石は1984年まで発掘が続けられ、論文記載前の1987年には、ジアンジュンミアオサウルスとして報道された。この俗名は現在では有効ではない疑問名として扱われている。1992年に、 東恵明は、この化石を、モノラフォサウルスジアンジュンマウと呼称し、1993年には、ウェイングレーが、モノラフォサウルスドンギと呼称した。これらは、学術的な記載がなかったため、裸名として扱われている。1993年から1994年には、長奇心とフィリップ・ジェカリーが、タイプ種モノラフォサウルスジアンギを、記載、命名した。 俗名はギリシャ語のミューニュー、モノス、ラムダファイあるいはラムダファイイータ、ラフォズ、ローフィーから派生したもので、鼻先に一つのトサカがあることを指す。種商名は、化石が発見された場所の付近に位置する放棄された、砂漠の旅館である、将軍病にちなむ。ホロタイプ標本イベップ84,019は、ジュンガル盆地の中部ジュラ系バトニアンカロビアンにあたる。 ウーキワン類相で発見された。この骨格は、頭骨、下学、椎骨、骨盤を含み、尾の後方、肩体、四肢は失われている。生体内視や生体個体のものである。タイプ標本は、複数の会場で展示するために、石膏で保存され、石膏に覆われた左側は、 泡が付着して、後の研究を妨げることとなった。完全な骨格マウントのキャストを制作するために、失われた、骨要素も復元された。2010年には、スティーブン・ブルサッテラによる二つの研究で、ホロタイプ標本が詳細に、再記載された。2006年に、トーマス・カールは、同じ層から産出した大型で、薄く穴のある。 小中線上の土砂化を持つ別の恐竜、グアンロンが実際にはモノロフォサウルスの亜生体個体であると提唱した。一般にグアンロンはティラノサウルス上化、プロケラトサウルス下の恐竜と考えられているが、カールは両標本をアロサウルス上化にまとめる系統解析を発表した。より保守的に2010年にグレゴリー・ポールは グワンロンをモノローフォサウルスの種とみなして、モノラフォサウルスウーに解明し、両分類群が姉妹種である可能性もあるとした。2010年にブルサッテラは、この同定を否定し、グワンロンのホロタイプ標本が実際には、完全に成長した生態であることを指摘した。復元図ホロタイプ標本かつ唯一知られている個体は、全長5メートルと推定されている。 2010年にポールは全長5.5メートル、体重475キログラムと推定した。2016年にモリーナ・ペレスとララメンディは全長7.5メートル、体重710キログラムと推定した。モノロフォサウルスは次に述べるような複数の標徴形質が確立されている。鼻先には小中線上に大型のトサカがあり、 その前方は前上顎骨で形成される。景観は、尾骨と涙骨の後方へ続き、前頭骨に触れる。景観の最上部は、上顎の円に平行である。前上顎骨の上へ上がる枝は後方へ湾曲する。前上顎骨の側面に深い溝が走り、枝の支点から、鼻孔の下まで続く。鼻孔の上側後方のくぼみに、 大きさの異なる二つの眼気性の開口部が存在する。眼下の上に位置する涙骨の後方の枝に上向きの鋭い腸長型の突起がある。前頭骨は長方形で細長く、長さの幅の比は1.67である。組み立てられた骨格。で部関節の上にフード型のアンティートローチンターが見られる。ホロタイプ標本の頭骨は、 長さ80センチメートルである。頭骨はかなり平坦であるが、頭蓋骨の長さの約4分の3を占める大きな鼻先の塗坂が眼下まで届いており曖昧になっている。鼻先の前上額骨に端を発する景観は主に微骨で形成される。景観の断面は三角形で、分部先端に向かうほど細くなる。景観の上面は尖っておらず、 むしろ表面は平坦になっている。景観の側面は非常に荒く、隆起した箇所が連続して存在する。尾骨は全眼科窓周りのくぼみの上側後方の部分を形成する。この領域には眼気性開口部あるいはニューマトポーズが数多くあり、機能の形質が骨に入っている。全部には2つの小さな穴があり。 後部には2つの大きな水平楕円形の開口部がある。CT スキャンにより、尾骨の内側は眼気性が高く、大きな気質が存在する。また、頬骨も眼気性である。涙骨は、I 字型をなし、涙骨には、景観の垂直な後方円を形成する、上向きの枝が存在する。断面が三角形であるため、この枝は、 頭骨の正中線に向かって傾斜する。枝の上外側は長方形の行き上がりを形成する。眼下の後方には小さな角状構造が存在する。前頭骨は景観の形成に寄与しない。景観が後方にも及んでいて三角形と四角形を組み合わせた構造をしているという点で、モノロフォサウルスは獣脚類の中でも珍しい部類である。 頭骨のキャストを横から見た写真前上蛾骨は景観の全部を形成する上向きの狭い枝を持つ。枝の後方は湾曲して尾骨の外側の突出部を囲んでおり、この特徴は1994年のオリジナルの記載では確認されていなかった。枝の根元には小さな開口部が、より大型の開口部は微光の直下に位置し、いずれも 鼻光の下側周りでカーブを描く明瞭な溝でつながっている。前上顎骨派は4本で、上顎骨派は13本である。全眼科窓の下側前方周りには上顎骨上に短いくぼみが存在する。この領域内にさらに小さなくぼみが位置し、内側で閉じ、位置からして、フォネストラプロマックスレリースあるいは単一のくぼみであることから、 フォネストラ・マキシレリスの可能性があるとされる。頭蓋内空では、大部位の神経でもある、三叉神経が分岐していない。抗蓋骨は、眼気性で、ニューマトポーの存在が示されている。下顎では、外側の下顎窓が、基板的テタヌラ類にしてははるかに小さい。ホロタイプ標本では、右歯骨に18本、左歯骨に17本の歯が確認でき、 このような非対称性は、大型の重脚類では珍しいことではない。穴の列が、紫列の外側と下に存在し、これらは、最初の4本の刃の下において、相対的に大きい。後方に向かうにつれて、穴は小さくなり、穴の列自体も下側へカーブする。第9波から、穴は溝に合流する。穴の第二列は、下顎の円に平行に走り、 第13波の位置で終端を迎える。歯骨の内側では、第3波の水準にあるメッケル甲が2つの重なった、狭いスリットに正面まで伸びる。下顎の後部は、角骨と上角骨のねじれた、方向線の特徴的な結合を示し、上角骨の規定は、顎の後部の円まで届く。上角骨後方の、さらに小さな穴は骨自体が厚いためオーバーハング。 しておらず、これは、大型重脚類には珍しい。大きさ比較椎骨は、頸椎9個、脊椎14個、潜椎5個からなり、惜しいの数は不明である。頸椎は、眼気性が高く、側面には、画枠があり、内側は空洞化して、大きな気質が存在する。頸椎の神経棘は、側面から見ると細く、後方に向かうほど幅も細くなる。第八頸椎と、 第9頸椎の神経棘は杖状である。同様に、少なくとも第3脊椎までは、側空が存在する。脊椎は頑強なハイポスフェン、ハイパントラム関節で繋がっている。第6脊椎以降、神経棘は、急激に幅が広くなる。潜椎の神経棘は、中枢神経上の骨盤に融合していない。尾の根元はわずかに下方へ向く。 根元のお尻もまたハイポスフェン、ハイパントラム関節が確認できる。骨盤では腸骨の上部がわずかに突状をなす。腸骨の前方の波状構造にはフック状の突出部がある。前方尋常構造の根元の円は溝が刻まれている。四骨が付随する突起には二つの関節面があり、一つは下へ、もう一つは前方へ斜めに突出する。 またその規定は股関節が反転子のフード型の延長部によって張り出しており、この延長部の前面はさらに下側と外側へ到達する。明確なブレビスシェルフは存在しない。地骨と座骨は足のような構造を持つという点で互いに似ており、穴が開いた骨の枠を介して繋がっている。 モノロフォサウルスはもともとメガロサウルス類と呼ばれ、しばしばアロサウルス浄化であると提唱されてきた。スミス・ヤリーで、モノロフォサウルスは、初めてヒネオテタヌラが立テタヌラ類として扱われ、これは、アロサウルス浄化に特有と考えられていた特徴が、より広い範囲で見出されたことによる。また、チャオイ・ヤリーでは、モノロフォサウルスが、最も原始的なテタヌラ類の恐竜になりうることを、 示唆する数多くの原始的な特徴が記載された。ベンソンでは、モノロフォサウルスは、チュアンドンゴコエルルスと共に、メガロサウルス科やスピノサウルス科よりも、基盤的な、メガロサウルス浄化の分類群に置かれた。後にベンソニアリーは、チュアンドンゴコエルルスとモノロフォサウルスの分類群が、メガロサウルス浄化とネオテタヌラ類の外側に位置する、ことを発見した。 2012年の系統解析では、モノロフォサウルスとチュアンドンゴコエルルスは、姉妹群ではないもののテタヌラ類の基盤で、より派生的な外側の分類群をなすことが、判明した。デジタル復元はヨミング州恐竜センターにて、ベルサウルスを襲うモノロフォサウルスの骨格。二族は、同じ層から産出した。以下のプラドグラムは、 カラーノによる2012年の系統解析に基づき、モノロフォサウルスの系統関係を示す。タイプ標本にベップ84,019は、第10神経トゲ、そしておそらく第11神経トゲも骨折し、互いに融合している。標本の歯骨の一つにある一連の平行な隆起は、噛まれた後である、可能性がある。時にはライバルに攻撃されたとはいえ、当時、 モノロフォサウルスは生態系の頂点の一角を占めていたとされている。主な獲物はベルサウルスのような初期の流脚下目やグアンロニやリムサウルスのような自分よりも小型の住脚類が挙げられる。特にグアンロンのような小型の肉食性住脚類にとって自分よりも大きなモノロフォサウルスやシンラプトルは非常に手強いライバルだったと推察されている。ありがとうございます。